5秒前です。3秒前、第4レース予選競争スタートしました。ハンデ 30m からはインコースから石井豪好スタート。しかしハンデゼロの佐藤前も上々なスタートを切りました。まずは1周2コーナー先頭で立ち上がりました31期新人の佐藤前であります。2番手に石井豪がつけまして、3番手が須崎、4番手に金瀬ミドルの体勢です。しかし先頭2番手の距離はぐっと縮まっています。佐藤前に接近するのは石井豪。レースは2周目に入りました。平常心でレースに臨めているのか。31期佐藤前が先頭です。焦らないように、焦らないように気持ちをセーブすることを心がけたいと言います。佐藤真也先頭、しかし石井豪が視界に入ってきたか。残りは4周です。内を狙って、さあ石井豪突っ込めるかどうか。しかし先頭はまだまだ佐藤真也がキープしています。佐藤真也が先頭です。もう一度差を開いていく佐藤真也です。2番手は石井豪、そして3番手が一つの集団になっています。須崎の外から思想トップタイム伊藤博之が追い込んでまいりました。残りは3周です。後半戦の動きはどうか。まだまだ先頭は佐藤真也であります。2番手に石井豪がつきまして、3番手伊藤博之、伊藤博之の追い足が目立っています。ただいま3番手、さらには後方からインコース突っ込んでくるのは滝沢健。今この4コーナーでは4番手まで順位を押し上げています。残り2周を切りました。先頭2番手一進一退の攻防が続いています。その両選手に割って入ろうというのは思想気配目立っていた伊藤博之。さあインコース入ってくるか。この3コーナー伊藤博之が2番手に上がった。佐藤真也デビュー戦飾れるか。しかし2番手から伊藤が迫って、残りは1周です。今朝は5時に起床しました。好物のネギ納豆が力の源になっています。佐藤真也が先頭ですが、さあ伊藤が狙っている。3コーナーではどうか、突っ込めるか。しかし佐藤真也が抑えた。佐藤真也が先頭ですが、伊藤博之並び込んでくる。あとは直線勝負、最後は伊藤博之。